これはなかなかええ料亭でんな。ああ、この松が屋は買い物でした。これからの役所との付き合いにも便利やろう思て、思い切って買いました。おお、ぼんながよろしな。いやいやいや、一つ。いや、おぎおぎ。社長、どないしたんや。少林寺の連中に邪魔されて。ねえ、どないにもなりまへんのや。あ、ほんだら、汚い面さらして、殺呼ばんかい、ほんな時には。そのために所長にも賄賂つかましたるやないか。遠慮はいらん。少林寺の道場にパイナップルで積んでるよっしゃよっしゃ。わいが所長に駆けおたるわ。ほんまに奴ら法に逆らう無頼のとや。少林寺が無頼のとなら貴様たちは何だ。そんな法ならいくらでも破ってやる。死んだ私もその方が喜ぶだろう。いやあ！Gah!